入道の宮にも東宮の御ことによりおぼし嘆く様いとさらなり、御すくせのほどをおぼすにはいかが浅くはおぼされん、年頃はただ物聞こえなどのつつましさに、ただ物の聞こえなどのつつましさに少し情けある景色見せば、それにつけて人の咎めいずることもこそとのみ、ひとえにおぼし忍びつつ、哀れをも大ご老じすぐし、すくすくしゅうもてなしたまいしを、かばかりに浮世のひとことなれど、かけてもこの方には言いずることなくて、やみぬるばかりの人の恩思うけも、あながちなりし心の引く方に任せず、かつは目安くもて隠しつるぞかし、かつは目安くもて隠しつるぞかし、哀れに恋しゅうもいかがおぼしいでざらん、恩帰りも少し細やかにて、この頃はいとど、しおたるることを役にて、松島に年降る雨も嘆きおぞつむ、しおたるることを役にも松島に年降る雨も嘆きおぞつむ、菅の君の恩返りは裏にたく雨だに包む恋なれば、食ゆる煙を行く方ぞなき、裏にたく雨だに包む恋なれば、食ゆる煙を行く方ぞなき、さらなることどもはえなんとばかり、いささかにて中納言の君の中にあり、おぼし嘆く様など意味じゅう言いたり、哀れと思い聞こえたもう節々もあれば、うち泣かれたまいぬ、姫君の恩踏みは心ことに細かなりし恩返りなれば、哀れなること多くて、裏人の主を組む袖に比べみよ、波地隔つる夜の衣を、裏人の主を組む袖に比べみよ、波地隔つる夜の衣を、物の色下まえる様など意図清らなり、何事も老じゅうものしたもんを、思う様にて今は人ごとにも人ごとに心慌ただしゅう生きかかずろう方もなく、しめやかにてあるべきものをとおぼすに、意味じゅう口をしゅう夜昼面影に覚えて、大河と思い出られたまえば、なお忍びてや迎えましとおぼす。また打ち返し、なぞや各浮世に罪をだに失わんとおぼせば、やがて未曹人にて明け暮れ行いておわす。大殿の若君の恩ことなどあるにも意図悲しけれど、おのずから愛みてん、頼もしき人々ものしたまえば、後ろめ等はあらずとおぼしなさるるは、なかなかこの道の惑われるにはあらん。入道の宮、藤壺の方ですね。入道の宮にも、東宮の御ことにより、東宮の御ことに関わって、世に東宮が、東宮の存在が危険な状態、右大臣家の圧力で危険な状況になっているわけですが、そのことですね。その東宮の御ことによって、おぼし嘆く様いとさらなり、大思い嘆きになる様子が大層格別である、大層際立っている
もし源氏が失脚完全にしてしまったら、たちまち東宮の立場も危なくなるわけですから。そして御恩尽くせのほどをおぼすにはいかが浅くはおぼされん。この源氏の君との前世からの深い因縁などをお思いになるというと、どうして浅いこととしてお思いなされよう。これはまあ語り手の言葉ですね。御尽くせのほどをおぼすにはいかが浅くはおぼされんというのは語り手の言葉が入ってきているわけです。年頃はただ物の聞こえなどのつつましさに今まで何年この方ただひたすら世間の評判なんかに対する遠慮から源氏の君に対して少しでも情けのある様子をお示しになるというと、それにつけて世の人の咎めずることもこそと世間の人が咎めるだろうということを危ぶまれるお気持ちから、ひとえにおぼし忍びつつ、ひたすらに胸の中でお思い忍びになり、思い忍びになりして、哀れをも、おおご老事すぐし、源氏の君のしみじみとひたすらなお気持ちもしばしばお見過ごしになり、すくすくしゅうもてなしたまいしを、できるだけ少し少し曲がったところのない、誰が見ても問題のないまっすぐな形で対応をなすっていらっしゃったが、かばかりに浮世の人ごとなれど、これはもう少し後へかかっているわけですが、かけてもこの方には言いずることなくて闇ぬるばかりの人の趣も、どんなことがあっても このことに関しては表へ表すことなくて隠し通さなければならないことに関しての人の趣も、源氏の君のご意向も、あながちない心の引き方に任せず、強引でいらっしゃったその心の趣に任せることもなく、また一方では安心できるように
ひたすら隠し通したことであった。そこのところへ、ね、川狩りに浮世の人ごとなれど、響いていくわけです。これほどの程度の浮世の人の評判だけれども、それをふっつりとも「このことについては言い出させることもなく」ってやみるのばかりの人の趣、源氏の君のご意向も、非常に強引であったその心の趣にお任せすることなく、一方では寝やすい状態に隠し通したことであったことだ。まあ、ここまでが胸の中の思いで、でそこから「哀れに恋しゅうもいかがおぼしいでざらん」、源氏の君がこうして住まい隔たっておしまいになった今となっては、しみじみと恋しいものとして、どうしてお思い出しにならないでいられようか。その藤壺の君からのお返事も、少し細やかであって、つまり今までのひたすら現状を強く跳ねつけていられた、その頃とは、状況がすっかり今変わってしまっていて、でお返事も少し細やかに心を届かせられて、でこの頃は糸戸、この頃は大層とおっしゃって、塩たるることを役にて、松島に年振る天も嘆きようぞ積む。塩たるるは、その、藻塩を垂れているという、天のことを歌うときに、しばしば出てくる言い方ですね。藻塩を垂れている、その塩たるると、それから、悲しみの涙をこぼすということとかけていってるわけです。それから、塩たることを役にて、役は藻塩病を役ということと、それから、そのことをもっぱらにする、役にするということと、やはり掛け言葉で言って、それから松島、また松、二つの意味をかけて松島に、年降る天
天人の天と自分の今の境遇である出家した天であるということと、年降る天も嘆きをぞ積む、大変、まあ、そういう意味では手の込んだ歌ですけども、それから嘆きですね、もちろん心の嘆きと、それから申し呼びを焚くための焚き木の投げ入れるその嘆きと、火に焚き木を投げ入れる嘆き、まあそれもおそらく金掛け言葉になっているんでしょう。死を垂れる嘆きの思いを心に焼くことによって、あなたを待つ松島に年を経て過ごしているこの天も、天が嘆きを積むように嘆きの心を重ね重ねしております。あんまり言葉のなんかこだわりすぎて、歌の内容の方が少し通らなくなってしまった。複雑になりすぎて、言語掛け言葉の技巧を重ねすぎて、漢字の歌の内容がボケてしまったような歌です。それから、内子の神のおぼろづくよの君のお返事では、裏に焚く天田に包む恋なれば、食ゆる煙を行く方ぞなき。こっちの方は意味はすっきり通ってますね。裏に焚く天田に包む恋なれば。裏で、つまり海岸で申し呼びを焚いている浜ですら表に表さないで押し包む恋でありますからして、表に表さないようにしようとする恋ですからして、外へこう表さないで炎になって表そうとしないと、下で食ゆるわけですね、けぶるわけですね。火がパッと燃え上がらないで、内面に鬱屈する感じになって食ゆるわけです。その食ゆる煙を、それと後悔するの食ゆると、もちろん掛け言葉になっているわけですが、心に悔い深い煙を、行く方ぞなき、どちらの方へ向かって晴らそうか見当もつかないことです。前の藤壺の歌の方は割合に、まあ単純に歌ってあるわけですね。本当は意味の上では
血をたるる喪し呼びを焼くための天の作業をするその松島に年を重ねている天ではありませんが、私も心に嘆きを積んでいくことです。まあその程度の歌ですね。で、おぼろ月夜の方が少しやっぱり心が動いているわけです。出家してしまった藤坪のもうなんか、現実のことが過去のことに収まってしまっている胸の中と、それからまだ生々しい思いがそのままあるおぼろ月夜の歌との違いですね。裏にたく雨だに包む恋なれば、くゆる煙を行く方となき、まだこっちの方がつやつやとしているわけ。藤坪の方の歌は、まあ、枯れている感じですね。さらなることどもは、なん。今さら申すまでもないこと、今さら申すまでもないことでございますとばかりいささか書きつけられてあって、そしてそのおぼろ月夜の文は、中納言の君のお手紙の中に封じてあった、隠してあったということですね。表を見ただけでは、中納言から届いた手紙という形で、中にこの内紙の紙の歌と言葉があった。で、その中納言の手紙の方は、おぼし嘆く様など忌み重言いたり、菅の君が大思い嘆きになっていらっしゃるその様子などを、並々ならぬことが伝えられてきていた。哀れと思い聞こえたまう節々もあれば、うち泣かれたまいぬ。それをご覧になって、しみじみと思いしむことが終わりになったからして、そういう節々が終わりになったからして、源氏の君はお泣きになった、自然にお泣きになってしまった、うち泣かれたまいぬ、自然にお泣きになってしまった。